いやあ、前回のパートから溜め取りでいくよー。いきますよー、いきますよ。刹那圭介です。さーて、いきますか。怖い怖い。やばいね。だ。ここを見てなかったっけな。おーっと、セーブポイントこんなとこにも。そして、入ってみた。人形の目はわざと外されている。やばい、これ目に関係する系の呪いなんだろうな。もっと強大な力が必要だ。樹木があればいいのだが、何の話だ。我が一族の術があれば村の繁栄は途絶えることがないだろう。そうなんすか。村ってどこのやつだ。この家の当主は代々日記を書き続けているらしい。そうか、わかった。引き出しには鍵がかかっているようだ。その鍵はどこにあるんだろうな。日記と思われるものがたくさんある。内容は至って普通だ。セーブ。まあ、もうこの喋り方いいや。もうこの喋り方いいわ。もう。セーブ。よっしゃー。よっしゃー。じゃあ最後にアイテムを取る。目の本って何？目の本ってなんだ？なんなん？視力にまつわるなんちゃら教えてくれる本か？そういうんだったらいいけどな。真っ白かよ。中身は真っ白だ。変わった本だね。変わりすぎだろう。なんなん、中身が真っ白な本。なんなんだ。後から文字が出てくるとか言うなよ。怖い怖い。ちょっと見てみよう。目と書いてある本。中は何も書かれていない。変わった本だ。本当だよ、もう。もう一回セーブ。さって。あんま知られたくないんやけどさ。あったじゃん。この怖い怖い人形の部屋あったじゃん。これだよ。もう一つ一つ怖い。絶対こいつら全部目取られとるだろう。怖い。ほら。ほら。もう取らんでいいやろ。取ったらなんか危なそうなんですけど。さっきセーブしたっけ。まあ取ってもリスタート効くんやけど。取るよ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 。メモ。あ。え？これ九条先生のちゃうんかな。この狭い空間はなんだ？ここだけ空気がとても重い。他の場所とは比較にならないくらいね。いや、ここじゃない。この部屋と書庫の間に妙な空間がある。隠し部屋があるのか？隠し部屋？ってことはどこかに隠し戸もあるっていうことだよね。そこに何かあるかもしれない。探してみようか。うん。大丈夫？弥生。ああ、なんかなんか動いた動いた。あれ、なんだろう。これは覗き穴？覗き穴。え、女の人がいる。もしかして閉じ込められて出られなくなったのか。助けなきゃ。え、さえ、ちょっと待って。早く助けよう。どうすればいいんだ。どうすればいいんすか。どうすれば、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 マダリス。あ、そうか。ここを覗きよったんじゃ。ここに何かある、何かあるけど、どうやって行けばいい。それを考えろ、それを考えるんだ。この館は2階までか。やばいぞ、やばいぞ、探さな、探さな。どうにかして探さな。どこだったっけ、さっきの穴どこやったっけ。まだ行ける、まだ行ける、まだ行けるぞ。女の子まだ、置いてないよな。動かんよな。もう動かんよな。動かんよな。ちょっとそっちどいて、そっちの壁の方になんかありそうな気がする。ありそうな気がするんや。なんかないんかな。なんか持てないよ、お前ら。おいっす。どうすればいい、どうすればいいんだ。まだ女の子いけるんか、いけるんか、いけるな、いけるな。おし、いけるな。なんも壁になんも、なんかあるとかそういうんじゃないんかな。なんか一つ一つ調べていいかな。まずいぞ。はよ、調べていいかな。なにこれ、一つだけ本が抜けてる。あ、そういうことか。目の本ってこういう付け方するんじゃん。なんか魔女の家でもそんなことあったな。隠し部屋ってここだよね。気をつけていこう。ほんと気をつけて。セーブするマストったけど、いけるかなこれ。話を聞いてみよう。さえ、気をつけて。え、なにこの状況。誰これ。あなたもこの家に閉じ込められた人。
さえ、もう行こう。ちょっと待って、私たちもここに閉じ込められて、よかったら一緒にここを。許さない、絶対に。え？いやー、さえ、逃げよう。逃げるやつ、逃げるやつ、俺が逃げなあかんやつ。ああ、はあ、どうして、え、どうして教えてくれなかったの。こうなるって知ってたんでしょ。だってさえが私を聞いてくれないから、話を聞いてくれないから。うん、どこかで休もう。うん、ちょっともういろんなことがありすぎて人のせいにしてるし。先生、また現れた。九条先生、九条先生、待ってください。あ、覗けるんかな、これ。あ、覗けんようになってる。あ、覗けるんやな。おらんな。よかった、よかった。怖い怖い。あ、これは、メモとなんとかの鍵って、なんて読むこれ。みそぎ、わからんわからん。鍵付けるないんです。すいません。この調査を始めて、どのくらいの時が経ったのだろうか。時間を見ようにも、ここに来た時になぜか時計が止まってしまった。そう、何時間も経っていないはずだが、ここに来て分かってることは、珍しい神を、なんて読むんだ、見繕っているんでいいかな。祀っているか、祀っている一族の家ということ。と、負の気が強すぎて、長時間は入れないということだ。長い時間ここにいると気が狂ってしまいそうだ。横笛目の人たちは皆ここで死んでしまったのかもしれない。しかし、それではおかしいことがある。いや、とにかく早くここを出よう。それではおかしいことがある。なんとなくわかるよ。なんで亡くなったのに死体が置いてはないんだ。死体がそこら辺に転がってもあってもおかしくないのにって感じ。多分そういうことだろう。どうしよう。早くここを出ないと私たちも死んじゃう。落ち着いて、さえ。どうしてそんなに冷静なの？だって、慌てても何の解決もならないでしょう。うん。とにかく、今は休もう。なんでこんなにイライラしてるんだろう。弥生に当たっても何にもならないのに。弥生も正体不明の何かに怖がって。さえ、あのね。私、霊感があるんだ。え？霊感？じゃあ、弥生は本当に知っていて私を止めなかった？だから、さえは私が守るから。行こうか。もう大丈夫？うん。えぇ！線繋がってないんじゃないんすか？え？線繋がってなかったんじゃないんすか？え？え？なんかどんどん言った。近くで誰かが入っていたか。鍵がある。鍵開けようぜ。そうです。弥生ちゃん、もしかして敵の回しもんとか言うんじゃないだろうな。怖いよ。ん？はい、助けますんで、ちょっと、まあ、とりあえず、セーブさせてください。セーブの時間ぐらいください。はい。怖いんです。私は怖いんです。鍵ってことはここかな？やばいところ入らないかんのか、これもしかして。やばそうな感じになってる。なにこれ？え、武士のお墓みたいになってるんですけど、こういう、ちょっとさ、鎧を二つ立たせといてさ、ここになんか戦国武将が眠ってます的な。うん。何それ。ここは神を、なんて読むんだったっけ、祀る場所。とても神聖な場所。こんな強い術者の家ならなおさら。そうなんだ。これは備えよ。さすれば、道は開かれるだろう。どう思う？わからないけど、道は開かれるって書いてあるから、試す価値はあるかもしれないね。お供え物か。備え物なんかなかったよ。で、こっち行けんのじゃ。あ、こう行けるんやな。オッケー。ちょっと調べてみよう。調べられんのかい？うん。
鎧兜が置いてある。この味噌、なんて読むかわからんけど、守っているのだろうか。で、こっちもそうか。よし。特に調べれるもんはないと。で、なんか備えるためのものか。そう言うたって、あれだよ。あれだよ、ってか言う。あれだよ。食料って言ったら食べたらいけなさそうなお米しか見当たらんかったけどな。そんなん祀ってる逆に呪われるわ。ここに何もなさそうやな。どうする？どっから見ていく？予想としては久しぶりに一階に戻ってみる。久しぶりってほどでもないけど。あるとしたら物置なんだろうけど、先にこっち調べていこうかな。かといってなんかないんかな。客人用だろ。何か差し入れとかないんすか。穴開いてるよ。もうそれ知ってるけど。あ、そうだ。弥生ちゃん霊感があるってことは、さっきのなんかギーとかいう音、なんかいつかにメモで見たギーって音も聞こえるんだ。怖いわ。で、それが聞こえたらその方向に逃げろってことか。出てくるってことじゃないん、それ。最後の方に追いかけられるってことじゃないん。怖い怖い。まだなった、まだなったで。やめてよ、3回や。この前つか、さっきはってか前回はさ、4回しかならん、4回もなったやん。お供え物にならないかなってなったな。いいかもしれないね。試してみようか。あ、さえ？何？タイガーつけてるブレスレットについてる石って、この石に似てない？え？言われてみれば確かにそっくりだ。これはおばあちゃんが亡くなる前にくれたものなの。そうだったんだ。あんなに元気だったのに、80歳になった時、急に病気になって、そういえば、お母さんがひいおばあちゃんの80歳に、の時に急に亡くなったって。80歳になったら何かあるのかもって笑ってたけど。ごめんね、こんな時に。ううん、大丈夫。さ、さっきのところに戻ろ。なんなんこれ。赤い石取っちゃった。赤い石取っちゃったよ。せっかく返したのに赤い石取っちゃったよ。いけるんか？それいけるん？いけるんそれ。ちょっと、俺はちょっと危ないと思うんやけど。まあやるよ。じゃあさっきの石置いてみようか。ん？鍵が落ちてる。どこの鍵なんだろう。道は開かれるって書いてあったから、玄関か裏口かもしれないね。出られるかもしれないよ。行ってみよう。あ、ごめんなさい。ちょっと荒らす気はなかった。うん、大丈夫よね。よかった、大丈夫よね。気のせいよね。鎧なんか動いてないよね。多分気のせいなんだと思う。っていうことにしておこう。鍵か。とりあえず玄関に行くでしょ、これは。玄関が開いてほしいでござる。玄関が開いてほしいでござる。開いて出たいでござる。嘘だろー。あ、だとしたらどこの鍵だ。え、鍵かかっとったとこってあったかな。あ、ここ見てないような気がしてきた。あー、なんかおる、なんかおる、なんかおるで。なんかがセーブポイントをガードしてるで。なんかおるで。ど、あ、消えた。てかセーブポイントまで消えた。せっかくやけどセーブしとこうかなって思っとったのに、セーブポイントも、セーブー。慌てすぎだ。いやー、なんかおるで。なんか来てるで。なんか来てるで。よし、誰？こんなところ入り口あった？え？やったー。これで外に。あ、外に出れた。やったやん。なんかおるし。
なんか黒い猫がいる。不吉ですな。セーブポイント、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 セーブしたいんです。いい加減セーブしたいんです。セーブポイント。まあいいや。じゃあ今回のパートはこの辺で終わりとさせていただきましょう。ご視聴ありがとうございました。週明け。